き、若手と言いましたけれども若手なんでね、恋の一つや二つもしますよそれはねじゃあ次の曲は片思いの曲です。聴いてください。あの人は気づかない。想像よりも釣れない返事ばっかり、やたら跳ね返る梅雨明けの日差し。残念ながらリタイアするにはまだやりきれないから、ひとつ深呼吸。特に出会いは突然すぎるから、いくつになっても無理に踏み込んでく不器用なストーリー。タイミング外されて何もできなくなって、隣にずっといてほしいと思われがちでも今は構わない。アピールポイントだってあまりないから、流行る気持ちさえガソリンになってく。自然を予想とする不自然さがまた遠ざける理由を生み出してる。真実は素通り。タイミング外されて何もできなくなって、隣にずっといてほしい。自信のない人に送りますよ。スキップスキップ。